とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、新しい黄金装備入荷しましたよ。使っていきます。今日はこれ、トゥルースシーカーの249黄金スキルが8だよ。8レベル3、確か 40% の確率で、3匹まで召喚するってやつだね。で、そしてエンチャントが吸血衝撃波クリティカルです。今までとはちょっと違った感じの、エンチャントになったんだけども、どうでしょうか。まあ、スパイダーアーマーとは相性はかなりいい感じだね。どうだろうね、強いかはわかんない。古代狩りいきます。73% の 1.2 です。もちろんプラス25に行ってきまーす。頑張るぞ。お、一発目ここか。悪くないね。33ってなるとほぼいないんだよね。火力悪くない。火力は悪くないね。蜂も出る。蜂、かわいい。で、これね、重力がないから、どうなのかなと思ってたけど、意外といけそうだね。重力なしで。ちょっと待って、蜂強いの？あ、蜂一発50万以上ダメージ与えるよ。蜂の火力ちょっと俺舐めてたかもしんないな。お、ここまで火力あるか。やばい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 。こいつらか。よし、オッケー。おー、で、しかも重力ついとるし。オッケー。まあまあ、前みたいな爆発でダメージ取る感じではないけども、クリティカルと衝撃波が結構いい感じだな。ただ、クリーパーには注意。だね。クリーパーはちょっと注意だ。お、いいね。蜂いいよ。はいはい。蜂がいい。ここまで活躍してくれるとは思わなかった。おお、結構召喚されるしね。結構召喚されるし、ゴリゴリ戦ってくれるんで。ああ、いいぞ、いいぞ。ちょっと待って、古代人これ いるんか、今回。なんか若干不安がある。おお、いいね。自分から結構積極的に戦いに行ってくれるから。いいかもしんない。あ、ちょっとタゲはばらけるか。うん、でも、いいよね。敵の攻撃も受けてくれたりするんで。おおおお、あ、蜂はいいかもしんないな、これ。あった、記念すべき一発目。外れでしょ、どうせ。外れ。知ってた。外れって知ってたよ。やばい。もうね、出口見つけちゃった。で、ないのよ。チェストの数、残り6個だから、洞窟2つないと、ダメだね。もしかしたらこれ、古代人ゼロ？古代人ゼロはね、ほんときつい。こっち側から行ってみようか、下から。あったあったあった、1個あった。まあまあ、1個は確実だ。うん。だって、チェストがあるんだからね。1個は確実なんだよ。もう1個ない？上に、まあ、可能性はあるから。え、あるかな？お、あった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 ！よし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 ！二つあった。ってことは、一個は、古代人確定か。どうだ？お！え、ここは、死の魔術師かなんかか？取り巻き誰だったっけ？え？取り巻き誰かいるよね？まあ、行ってみよう。おい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 、もう。そうか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 。ここを壁に戦っていけばいい。ちょっと待って。こいつ。きつい。ちょっときついきつい。あのね、蜂が出ないとちょっときついかもしんない。蜂が出れば全然いける。おお、ちょっと待って、このマルチショットやばいな。よし、オッケー。
ッケー、とりあえず倒した。マルチショットこれえぐい。なんだこいつ、ええ加減にしろよお前ら。いやマルチがやばい。よっしゃ倒したよ、オッケー、お前ら絶対倒してやる。よっしゃー、きつかった。でもなんかドノーマルだった気がした。まあまあまあクリアしようかとりあえずね。それではお店をとりあえず見てこようか。お店いいのあればいいな。ないね。あ、さっきの多分ヘビークロスボウじゃなかった？なんかそんな気がしたんだけど、どうでしょうか。うん、全然良くない。ノーマル品ばっかりだな。ノーマルばっかだな本当に。うん、よろしくないですね。はい、何が出たの。あ、ヘビークロスボウか。やっぱりいらないね、売ってしまいなさい。はい、この黄金の武器も古代狩りにねお供えできればいいのに、できないからね。はーい、まあ、とりあえず今日はねこの装備、新しいトゥルースシーカー使ってみました。まだねパワーが249なのよ。なのでこれ251にすると、ね一発のダメージが110万ぐらいなのかな、110万ぐらい。なんで今よりも、だいぶ、だいぶっていうか、まあちょっとはね、ダメージが上がります。で、この蜂がいいね。蜂。ちょっとな、舐めすぎてた。うん。ただ攻撃ちょっとするだけでしょと思ってたら、本当にね、もう見えた敵、どこにでも飛んでいってくれるし、ターゲットも取ってくれる。うん。防御としても、使えるスキルだね。この蜂っていうのは。めちゃくちゃ良かった。そして、衝撃波だね。衝撃波は、クリーパーに対して、ちょっといまいちかなと思ったのよ。うん。まあ、クリーパー以外には、結構使えるんだけども、あいつの時が、変に爆発させて食らっちゃうんで、ちょっと嫌だったんだけど、クリーパー対策も、蜂でできるのよ。蜂がね、クリーパーの方行ってくれて、爆発させてくれるんで、全然いい。吸血衝撃波クリティカル。これはね、なかなかいい。うん、今までが、俺の使ってた、武器が、これなのよね、大体。不滅のナイフ。あ、こっちじゃないな。もう一個の不滅のナイフだな。これだな。うん、爆発弱体か重力だったんだけども、別重力はいらないかな。あればまあ便利だけども、なくても全然良かった。うん、全然良かった。で、弱体化も、まあ、効いてるには効いてるんだけども、なんだろう。クリティカルで、しっかりダメージ与えて、で、これ、追い打ちもついてるでしょ、もともと。それでね、この雲の防具の 6% 吸収で、かなり吸収するんで、弱体化はね、ここは必要なかった。ああ。まあ、この武器かなり使えると思うので、まあ、今後もね、使っていきたいと思います。ちょっと待って、俺今気づいた。レベルがなんか下がってる気がするぞ。間違えて俺、多分、レベル1、捧げちゃったな。まあいいや。すぐ上がるからいいけどね。まあすぐは上がんないけどね。はい。まあとりあえずね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。